最後投げるときには自分の体にひっつけるという作業をすると、自然と相手が自分についてきて投げることがたやすくなるということです。でこれがまず引き手ですね。で釣り手です。釣り手は、まあ、いろんな考え方があるんですけど、まあ、今もうみんな高校生なので体が出来上がっていることと思います。私は今見てください、手のひら上向いてますね。教科書にはぐるっとこう回しなさいというふうに書いてると思うんですけども、これではあんま投げれないですね、人は。東京横浜大学に吉高先生というとても背負い投げが上手だった先生がいるんですけど、その先生も同じ考えで、手首を立てるという状態、この形を作るというふうにおっしゃっていました。で、まあ、ボールを、ね、野球のボールとか他のボールでもいいんですけど、巻き込んでこうやって投げて速い球とか遠くに行けないですね。手首立てるから速い球を投げたり遠くへ球を投げることができるようになる。なので、この状態が理にかなっている。ただあの手首で、ま、痛めてますとか肘痛めてますっていう人は最初から手首を巻くっていう風にもあれだと思います。で、手首痛めてる、肘痛めてるっていう人は最初から手首を丸めて同じ動作ができるように練習すればいいかなと思います。で、釣り手の動かし方で今回気をつけているのは、肘をですね、自分のお腹のところを持ってきます。この方がいいかな。自分のお腹のところを持っていくんですけども、手だけが、肘だけが行ってもついてこないので、自分の腰を動かしながらですね、出します。で、これ前回りさばきの時になるから、で腰砕けになりますよね。で、後ろ回りさばきで今のお腹のところに肘を持ってくるようにすると簡単に肘が自分の前に出てくる。で、この後です。この後、このまんまでは背負い投げて効かないんですね。なので私はこの後肘を、今こっち持ってませんけど天井に向けるように上げます。そうすると引き手が来た時にロックかかります。ロックかかるので投げやすくなります。で、この投げた時には野球のボールだってそうですけど、こうだけでは投げれないんですよね。最後こうやって手首を使うわけですから、柔道の背負い投げも一緒でここまでこうするんです。最後の最後決める時には、今私は先生を投げる時にはグッと決めていました。のでこのまま投げるんじゃなくて、最後の最後は、返すという作業をしてください。はい。